ポイントは2つあって、まずは表の方からのつばぜりで自分が打つときに相手にこうグッと入る。そうすることによってあまり押しすぎたら相手が打たれると思って避けたりしますので、あまり押しすぎないように相手も打てる体勢の状況を作って、ここで、まあ、僕もスペースを作りながらそれを利用してそのまま引くというところを意識してやるようにしてます。押すときに右足をちょっと前にやって、はい、でそこからこっちの足で蹴るようなイメージです。右足で蹴るようなイメージ。右足で踏み込んで下がる。はい、